ありがとうございます。それでは改めまして、本日はですね、LINE 公式アカウントを使って、ワードプレスの更新頻度が上がったお話という、テーマで、セッションを始めさせていただきます。改めまして、私は長谷川義弘と言います。大阪で制作会社に勤めてます。制作会社に勤めながら、フリーランスやったり、自分で法人を持ってて、そこでは星を見るイベントをやってたりします。この一番上に、ちょっと星のソムリエって書いてるんですけれども、思ったより、真面目な資格です。山形大学が発行してる。こう子供たちを集めてイベントをシェフを、あそこに見えてるのが木星だよ、みたいな、そんな話をする資格になってます。あと、フィグマのコミュニティアドボケート、という肩書きを、できましたので、また大阪でフィグマのこと、お困りのことがありましたら、ぜひお声掛けください。で、X で、たまに、ごく稀にちょっといいことをつぶやいたりしてます。で、もう一つ、インスタグラムは、僕は紅茶とチョコレートが大好きなんですけども、紅茶とチョコレートばっかりあげているインスタグラムやってるので、今日ご興味あれば、ぜひフォローしてください。大体、チョコレートは年間、10万ぐらい使ってます。で、本日なんですけれども、この LINE 公式アカウントを、使った、背景になるイベントがありまして、その日本酒イベントをご紹介して、で、それから、どうしてもこのコロナ禍という中で、解決しないといけないことが起きました。そのお話と、そこから LINE 公式アカウントを導入するに至った。そこの部分、メインはその運用と、なぜこちら LINE 公式アカウントとワードプレスをつなげて運用するということになったかというお話になっております。ですね、技術的なことっていうのはあまりお話ししないので、もしちょっと技術的なことをどうやって本当に更新したらいいのとか、細かい技術的なことをもしちょっと興味あるよって方は、懇親会とかで僕を捕まえていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。それではこの日本酒イベントの紹介から始めさせていただきます。日本酒フォアラウンドというイベントがあります。ちなみに、このイベントをご存知の方ってどれぐらいいらっしゃいますか？いない。あ、お二人、ありがとうございます。どちらからいらっしゃったんですか？札幌から、ありがとうございます。2023年は札幌でも、開催されて、確か札幌は、なんだったかな、獺祭とか荒政とかが出てて、めちゃくちゃお得なイベントだったかと思うんですが、日本酒ゴーアラウンドというイベントが全国であります。おそらく日本酒お好きな方はいっぱいいらっしゃると思うんですが、毎年10月1日、日本酒の日というのがありまして、この2008年から始まりと書いてますが、2008年ってちょうどプレミアム焼酎が流行って、すごい焼酎ブームだったんですね。その時に、ちょっと日本酒もうちょっと元気出そうよということで、大阪の飲食店が集まって、イベントをやり出したのが最初です。で、2023年で15回目を行って、2023年直近のイベントでは全国の18都市。で、大阪は84店舗が参加したイベントで、街バルタイプのイベントと言いますと、伝わりますかね。3箇所、バッジがあるんですけども、この可愛い坂ずきんちゃんというキャラクターのバッジがあるんですが、そのバッジを事前に購入して、バッジをつけて、参加のお店を回って、一品注文、専用付き出しを注文すると、お酒がいっぱいついてくると。すごくお得なイベントで、好きな方は1日に、10店舗、20店舗回ったり、するようなイベントになってます。はい、こういった形で、このどんな付き出しがあるかというのをサイトで公表してるんですね。日本酒、大阪で日本酒好きな人だったら知ってるよみたいな、めちゃくちゃ有名なお店からミシュランのお店まで、様々なお店が参加している非常にお得なイベントです。はい。で、そのサイト、そのイベントのサイトを僕は2018年から、この大阪バージョンの公式サイトを、毎年作ってまして、このように、今で、そうですね、6回目ですね、サイトを担当しております。で、ちょっと脱線してしまうんですが、ちょうどキーノートで岡本さんがおっしゃってた、ことで、自分がやりたいこととか、好きなことを発信していると、こう、ステージが変わるとか仕事につながるみたいな、ちょうどお話がありまして、この、先ほど大阪の店舗、大阪の飲食店さんが集まって、このイベントを始めたって申し上げたんですけど、そのうちの、1店舗が僕がすごい大好きな、ミシュラン一つ星のお店があるんですが、僕の大好きなお店がありまして、そこに、好きなので、通ってるうちに、そういう仕事してるんだったら、こういうサイトを作ってくれないかという形で、お声掛けいただいて、今はなんか、この日本酒のイベントのサイトだけで、3つぐらいやってたりします。なので、皆さんも、ちょっとすいません、脱線ですが、好きなもの、ことがあれば、ぜひ、
ご自身で発信していただいて、私好きですというのを言っていただくと、こういった、チャンスにつながるのかなと思います。はい。ただ、まあ、チョコレートの仕事は結構基本的には断ってます。美味しい美味しくないを素直に言えなくなるので、チョコレートの仕事は受けてないですね。はい。すいません。また脱線ですが。はい。で、このサイトは、2018年から6回ですね。6回行って、毎年ワードプレスでサイトを作ってます。2018年は、ワードプレス単体でサイトを作りまして、この時は、今日、スポンサーブースに出られてますが、モンキーレンチさん、今回ユニトーンで、スポンサーブースに出られているモンキーレンチさんの、ミミズクというテーマを使って、作ったのが2018年です。で、2018年初めてこの公式サイト、まあ、それまではずっと Facebook だけでイベントの告知をしてたんですが、公式サイトやった時、もう当日落ちまくったんですね。サイトが。で、このままではちょっとやばいなということで、2019年は SPA にして、Ionic という JavaScript のフレームワークを使った、SPA にしました。で、WordPress はデータだけ。で、2020年、2021年は、スノーモンキーを使ってサイトを作り。で、2022年は、また Ionic を使って、SPA に戻り。それが2023年、直近は、Astro で、まあ、性的なサイト。これが一番ちょっとマシだったなというのが、正直なところなんですが、性的なサイトにした。まあ、その裏では全てずっと、ワードプレスが動いていたということで、やっとワードプレスの話に、なりました。すいません。ここまででもうすでに10分近く経ってますが、まあ、今日の、ね、このお話というのは、ワードプレスを使ったサイト、このイベントサイトで、こういうことがありましたというお話をさせていただきます。で、まあ、このイベント、ご多分に漏れずと言いますか、コロナ禍で、どうしても、まあ、この飲食店のイベントっていうのはかなり厳しい。世間の名的にも、まあ自分たちでもやるというのはなかなかすごいハードルが高いという中でも、この日本昭和ラウンドというイベントは、一回も、まあ、ちょっと延期はした年があったんですが、中止にはなってない。毎年ずっとやってます。で、まあその中で、ちょっと対策を考える。なので、まあ座席の間隔を空けるとか、このアクリル板を置くとかはやったんですけど、プラスで予約制という事前予約をやったりとか、で、あと、今これぐらいお店が混んでますよっていう、混雑度、今だと満席とか余裕がありますみたいな、ことをこの公式サイトの方で通知するというのを、このコロナの時にやりました。まあ、混雑度はあれなんですけど、予約制というのはちょっと、もともとのイベントの趣旨に反するところがあって、本当はやりたくないんだけど、このコロナの時だけやったという、背景があります。で、公式サイト側の対応です。これは公式サイトの中に一つの店舗の写真なんですが、こんな風にお料理と日本酒を合わせて楽しんでいただくイベントになってます。どんどん皆さんが、あと10分なんですけど、10分後には多分日本酒飲みたくなっているという、人になっているかなと思います。で、2020年、2021年、2022年と、ちょうどこのコロナ、真っ只中の時に、予約制、まあ、先ほど申し上げたように予約制というのは本当はちょっと運営的にはやりたくない。でもまあ、ここはちょっと仕方なく予約制も取りつつ、でこれぐらいお店混雑してますよというのを、公式サイトで通知するというのを、このワードプレスのサイト上でやったんですが、この、こういった形ですね。これ予約のサイトだったら、もう全部の参加しているお店さんに、ユーザーアドレス、ユーザーアカウントを配って、ご自身のお店の、まあ、この予約状況だったりとか、混雑状況だったりを、ダッシュボードから更新してもらうようにした。で、まあ、本当は、このサイト上で、予約とかは別にね、サイト上でポンポン受けたらいいんじゃないかなと思うんですけど、どうしても飲食店さんは、ご自身の、まあ、例えば、インスタグラムで受けたいとか、まあ、直接お店に来た人から受けたい、電話で受けたいっていうのがあったので、あえて、サイト側にお店の予約機能は持たせなくて、どれぐらい予約が入ってるかという表示だけっていうのをしています。で、もう一つが、この混雑度というもので、また、例えば今、ここ見ていただいているのが、この Google マップ上に参加店舗の一覧を出している画面なんですが、ここに、今、まあ、これぐらい混んでますよとか、席空いてますよみたいなものを出すっていうのが、これも同じようにダッシュボード上で、こんな風にちょっと選んでいただいて、更新していただくと、現在の混雑状況が出ると、こういうシステムを、やってたんですね。
で、そういうところの背景からなぜ LINE 公式アカウントという話になったかというところなんですが、この混雑度を更新するというところにすごく大きな課題がありまして、この混雑度の更新をもう、参加している立場からすると、こんなのやってくれないと困るぐらいの話なんですが、だいたい更新率がこの20年から22年の3回で、全体で 40% から 60% ぐらいしか更新がされなかったんですね。もうダメじゃんじゃないですか。参加してる側からしたら、なんか混んでるって書いてるけど、3時間前のデータとかね、席余裕ありって書いてるけど、行ったらめっちゃ並んでるとか、そういうことが起こってしまったんですね。で、なんで起こるかというと、これはもう総合の通りなんですが、飲食店さんもめちゃくちゃ人が来るって、こういうマッチバルタイプのイベントって、いっぱい飲んで帰るってお客さんがめちゃくちゃ多いので、とにかくお客さんが回転するので、すごく、もうお店側が大変、オペレーションがすごく大変、めちゃくちゃ忙しいです。で、その中で慣れないワードプレスにログインして、更新するということがとても、負担になってなかなかできないと。毎年反省会やってるんですが、その度にお前なり考えてんのと、僕が責められるわけなんですね。そういうこともありつつ、で、2023年を、迎えるまでに、この混雑度っていうのはどうしても分かりやすくしたいというのはずっとこの運用のテーマとしてありまして、例えばどうしたらいいんだろうっていうのが、この反省会でも、例えば、店の入り口に、ビーコンを配置して、参加者のバッジっていうのは全員持ってるので、それに反応するようにしようとか。これは、はっきり言って意見ベースなんで、これはもう明らかに費用が合わないので、現実的ではないよね、となるんですが、島根県で同じような、日本酒のイベントをやったときに、そちらの島根県のイベントでは、参加者そのものをバッジではなくアプリを参加賞にして、そのアプリは、なので必ずアプリがオンになっている状態なんですね。そのアプリの数で、人流を分かるように、確認できるようにしたという島根県の日本酒のイベントの事例がありまして、こういうのはやったらどうかという意見もあったんですが、ご存知の方も多いと思いますが、島根県というのは、聖地といいますか、あっちはね、バックエンドを作る聖地の、すごいプログラマーの人がたくさんいて、その人たちがボランティアでアプリを作ってるんですね。そんなところと比べて、こっちもやりましょうとはなかなかできない。というのと、やっぱりそのバッジをつけるというのが元々の方針であって、それはその10月1日の日本酒の日というのを、みんなに知ってもらいたい。という元々の、なんというかテーマがあったので、このアプリを参加賞にするというのはやめましょうと。じゃあとはどうしたらいいかとか、人感センサーとかつけて、店内の人数を把握できるようにしましょうとか、いろいろ意見が出たんですが、やっぱりどれも現実的じゃないと。で、そこで出てきたのが、やっとこの話です。LINE 公式アカウントを使うのはどうだろうと、いうことで話が出てきまして、この辺は皆さん、ご存知の通り、LINE ですね。これは2022年のデータです。2023年に発表された2022年のデータなんですが、スマホ、携帯を持っている人のうち 83.7% は LINE を使っていると。こういうデータもあるし、LINE で、LINE を使ったことないっていう人の方が圧倒的に少ないよね、ということで、2023年はじゃあ LINE を使って更新できるようにしましょうよ、と。そういう形になりました。ね、説明不要の、利用率ということで、ほとんど 90% に近い人が LINE を使ったことがあって、LINE がどういうものか分かってる。それだったら、お店、もう忙しくても更新できるんじゃないか。というわけで、LINE の公式アカウントを立ち上げました。これは参加する店舗さん専用の、LINE の公式アカウントなんですが、あらかじめ店舗さんに ID とパスワードを配って、で、LINE の公式アカウントにアクセスしてもらいます。で、そこでこの ID とパスワードを入れると、認証、これ一番上ちょっと小さくてすみません、認証しましたっていうのが出てるんですが、この店舗さん専用の、認証窓口が通ります。そして下に出ているこのリッチメニュー、LINE のね、リッチメニューですね。ここを押していただくと、その店舗状況っていうのが更新できる。これ正直なところやってること一緒なんですよね。ワードプレスと。別にワードプレスも一回ログインして自分のスマホでポチポチ、さっきの、ラジオボタンで選択して更新と押してもらうのと、本当にやってること一緒なんですけど、やってることは同じなのに、LINE だとやっぱりやってくれるんですね、みんな。で、ちょっとこちらだけ中身の話をします。LINE にはメッセージング API という API が用意されてまして、
ここに、この、まあ、LINE 発言した内容が送られるんですね。で、メッセージング API 側で、送られてきた内容を、今度はワードプレスの方に送ります。で、ワードプレスでは、送られてきた内容を受け取って、カスタムフィールド、混雑度っていうのをカスタムフィールドに用意しておいて、そのデータを常に、まあ、ワードプレス側で更新する。で、実際のサイト側では、まあ、この時はちょっと一番最新の時はアストロなので、ワードプレス離職ではないんですが、このアストロ側では、アクセスがあったら、直接、REST API で、ワードプレスのこのカスタムフィールドのデータを見に行くと。それで更新を、しています。で、もうここまで来たら、これはさすがに更新してくれるだろうということで、2023年のお店さんの更新率は 90%。ね。やっとこの 90% ってなかなかすごいなと思ったんですけど、もうさすがに僕はね、ここまで苦労したのに 100% ちゃうんかいと。もう、で、いう話をしたら反省会で、その取りまとめの酒屋さんにめっちゃ謝られて、すいません、長谷川さんこんな頑張っていただいたのに、うちの担当のお店が更新しなくて、とすごい謝られたんですが、いやいや、いいですよ、という話を、したんですが、まあまあまだ、これあと、ね、参加する立場からすると、この後、どれぐらい混んでるか、お店が今混んでるかどうかっていうのは、もう 100% 更新してもらわないと意味がないことなので、今年2024年は 100% 更新をしたいと、思ってます。というところで、まあ、to be continued という形になってますが、こちら頑張って 100% にしたいと思います。というわけで、こちらのまとめとなります。で、LINE っていうのはほとんどの人が抵抗なく使用できる、まあ、最強の運用ツールと。ですので、やってることは WordPress にログインして更新するのと全く同じことをしてるんですけど、LINE だったらやってくれる。一般の人。で、メッセージング API を使うと、今回カスタムフィールドしか更新してませんが、通常の投稿とかも可能なので、かなり運用の幅は広がるかなと思います。で、リッチメニューを組み合わせたら、そういう一般の方も簡単に更新できるようになります。ただまあ最強はアナログなので、実際に配る、なんですかね、パンフレットとかに、こう、混雑度はここを見てくださいということを示したら、きっとお店さんもやらないといけないとなるだろうというふうに思ってます。というところで、本日のお話を締めたいと思います。皆さんありがとうございました。